女です年上のジムのインストラクターが気になっています。自分からご飯に誘うのありでしょうかえーでもジムのインストラクターとの恋愛とか超むずそうだってなんか普通になんかいろんな人の体をずっと見てる仕事じゃないですか。はいだからなんか、えー、めっちゃライバルをそう <laughs> そうかもしれませんね。<laughs> <laughs> ご飯誘っていいと思います。でも、えー、筋肉痛か <laughs> いやいやいや、大変そうだな、みたいな。あのライバル多そう、普通に。あまあまあまあ、異性も多い職場ですからね。うん。ライバル多そう。はあ、ライバル多いってでも原宿の店員もライバル多いと思うんですけど。<laughs> 多くないですよ、全然。<ー>ジムのインストラクターさんってね。 誘うのありっていうのは誘っちゃいけないっていう,こうなんか考えがどっから来てるのか僕はちょっと気になったんですけどでも誘っちゃっていいと思いますよ女の人から飯誘うのがよくないとかのですかねでも全然自然になんか普通に「なんかえなんかもう本当にめっちゃなんかもう少し仲良くなりたくてご飯行きましょう」みたいな素直に言える子って可愛いいと思うので言っちゃっていいと思います。はい まあ確かに、年下だし、可愛いアピールで。うん。うん